はい、どうもこんにちは、ゴースケアでございます。今日はね、これまだ商品名考えてないんだけど、圧倒的に濃くて硬い磨くものを紹介していこうと思います。でね、やりますよ、やりますよ、よいしょ。まあね、本当にもう何の細工もないことをお見せするためにですね、ね、今切った断面です。あ、いかん、電話だ。あ、雷が鳴ってるよ、雷が。今は何をしているかというと、クロムナメシの厚めの皮、あの磨くにはすごく磨きづらい皮、ほぼ普通のあの磨くものでは不可能なんじゃないかな。あの磨き系のやつだよね、あの塗る系のやつで仕上げるにしても、あのバインダー、あの下塗りでこう目止めみたいなことをしないとうまく磨けないものでございます。これはコンビナメシかな。これもね、磨きにくいもの、それとまあ普段ね、僕の使ってる磨きやすい皮みたいなものをね、ちょっとやっていってみようと思うんですよ。これね、俺本気で思ってるんだけど、どこの会社のものにも負けないと思うよ、性能。まあまあ、あの人によって求める性能っていうのは違うと思うから、一概には言えないことっていうことはまああるんだけどね、あるんだけれどってやつです。はい、こんな感じかな。あの伝わるかどうかわかんないけど、あのふかふかです、柔らかいです。これはいくらなんでも無理かなって僕は今思ってるけど、で、あとは、まあまあ、ベロだったり、ミネルバリス塩だったり、なんだりかんだり、まあその辺の、ね、その辺のアイテムを、ね、シャキッと。よいしょ。この辺を、一回バチッと刃をつけたいね。まあいいか。これね、まあまあ、今回はちょっとね、いろいろ試したりなんだりはしてるんで、ね、ファーストインプレッションではないんだけど、よいしょ、そうそう、これ、とうとうぶっ壊れました。何をどうやっても、ちょっと触るとついたりしてたんだけど、とうとうぶっ壊れたので、買いました。こっちと同じもの。これ、白、こっちシルバーがあるんだけど、今度真ん中に黒を置こうと思ってます。これ安いんだよね。すごい安いので、電球もね、初めから LED が入ってるやつです。2280円とか、そんなんじゃなかった？えらい安いよ、これ。だから3つ買ったって6000、7000円でお釣りくんのか。うん、送料込みでね。だから三方から照らすといいよ。で、LED だからですね、そんなに消費電力も少ないし、まあ、全然話がずれちゃった。まずは、どんな、これね、アップで見せた方がいい気がするんだよね。ね、まあまあ裏についてるけど、まあまあこんな感じ、普通のハンドクリームみたいな感じですよ。ほんとハンドクリームみたいな感じで、これはね、こう薄くさーっと、塗りましょうかね。伸びがいいです。非常に伸びがいい。で、塗っただけですよ。切って塗っただけですよ。あのへり落としして。雷やばい、雨降りそう。ここをね、
ハンプで当てて、1,2,3,4,5,6,7,8,9、10往復。もうちょっと行った方がいいかな。でも、そんなもんですよ。見てください、このツヤ。すごくない？20往復ぐらいしましたかね。すごくないこれ。でね、あ、染料で指が染まってますけど、汚いね。なんていうのかな。これはね、まだちょっと詳しくは言えないんだけど、これは本当画期的だと思いますよ。これは本当に画期的。今、これが分離しないかとか、まあ、そういった面でね、ちょっとテストで僕は今使ってるんだけど、これも全然製品版でいいんじゃないかなと思ってます。いつもね、サラサラのポリッシングリキッドを僕は使ってるでしょ。スーッと、こうやって指でなじませるなんてことはしてないですよ。ね、コバってよく染み込むじゃない。さーっと染み込むんで、とっても楽ではあるんだけどね。今度はスリッカー、いきますよ。ね、膜を作らない。皮を、こう、油脂だったり、何だったりで、こう、ね、磨き込んで光るっていうのが、いいなと思ってて、要は、塗ったものではないんですよね。塗る系のやつがあるでしょ、コバに。あれは完全に膜を作るよね。要は塗装みたいなもんですよね。これ。で、これはね、どっかり塗るタイプとは違うんだけど、こうやって磨いてツヤが出るんだって、膜張ります。薄い膜。だから耐久性が高いんですよ。この間もちょこっとやったけど、こう、爪で押しても、ね、普通のやつに比べてぐっと、丈夫。うん。丈夫。で、ね、普通のこういう、タンニンなめしはすごい簡単に、バシッとツヤが出る。で、耐久性が高い。で、これは、先に床やろうかね。ね、これ、タンニンなめしじゃないです。クロムなめしの柔らかい皮です。ね。で、こう、ケバケバしてるよね。ケバケバしてるとこに塗って、ね、塗って、あれで、あれがない。ウッドブロックがない。ね、ガラス板とかでこうやる。まあ、半乾きになってからでやるぐらいな感覚の方がいいんだけど、まあ、一回収めちゃおうかな。押さえちゃう。ね。で、半乾きになった時にもう一回こう、ツヤ磨いていく感じかな。多分いけると思う、これ。で、コバ行きましょうか。一発では多分無理だと思うね。一発では。まあ、塗っただけね、今。一般的にはこれはやっても全然無駄なことですね。でスリッカーでこう押さえる。おお、やばい、雷がやばい。ザーッと降ってきたら、ここの工房はプレハブなんで、すげえうるさいんで、撮影ができなくなる可能性がございますけど、はい。これは今、こう、なんて言うんだろうな、繊維
が革の繊維がこうに蓋をする言い方おかしいな、あの要は目止めですよね、あの繊維の間に入り込んである程度定着した感じ、これをね何回かやると、さっき僕ちょっと膜を張るって言ったじゃないですか、その膜がね出来上がってくるんですね。だから普通のやつって何度やってもどんどん中に染み込むばっかりで、磨けないんですよ。ところがね、これはその性能でが作用して、染み込みを防止してくれるので、で優しくね、優しく。で3回目塗って、アンプでいったらどうだろう。これ半分じゃない方が良さそうだな。さすがに厳しいかな。でも一般的なものよりとは全然違う感じがありますよ。さあこっちがね、このケバケバしたところ。うん。どうですか。バッチリ抑えられてると思いませんけど、私がねえ、ほら、いい感じっすよ。いい感じに抑えられています。あ、いいんじゃない、ほら、いいんじゃない。これ重ね塗りだね、重ね塗り。何回か重ねていって、もう結構艶が出てきましたね。うん、で、こう、優しくね、スリッカーでいったら、いや、これマジで、これは一世を風靡してほしい。これはいけると思う。この性能は今までの小歯磨き液にはどこにもなかった性能だと思ってます。磨けてしまいましたね。ツヤツヤな感じではないけど、うん、やっぱ普通のね、普通のヌメに比べりゃそれは時間はかかりますよ。でも磨けてしまうという事実、ね、面倒ではありますけども、重ねて重ねて繰り返してやってあげると、磨けないことはないですね。この性能はすごいと思うよ、本当に。まあ、ちょっとあれですかね、こう塗ってほっといてみましょうかね。ではこれは多分クロムではなく、なんていうんだろう、半分のやつ、コンビナメシだね、コンビナメシの皮だと思います。固めのコンビナメシだね。
磨き心地もいいですよ。磨き心地。うん、いけるね。いけるいける。いけるいける、全然いける。いや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 、ね、光沢感が見えますかね。これクロムですよ、クロム。ほらね、これを、あとは価格だよね、皆さんね。まだまだ分かんないんだけど、まだ完全に確定してるわけじゃないんだけど、おお、この 100ml、これの入れ物で販売で、スパウトパウチ、これね、これが大きいやつともう一個ちっちゃいやつもあるわ、大きさ別でね。これがメインで、詰め替え用としてこれがあったらいいんじゃないかなと思ってます。うん、まあ容器としてもこれがあるといいじゃない。まあ、あの広いやつだね。もちろんこういうものを持ってるんだったら、こっちのスパウトだけでもいいと思うんだけど、まだ決めてないです。どれでやろうかなっていうのは今考えてるところです。いや、これはね、本当に性能的にはね、僕は本当に今まで触ってきたものの中ではもうピカイチですよ。性能はすごくいいです。楽しみですよ、これ皆さんのリアクションが。使った方のリアクションを見るのがすごく今から楽しみな。ちょっとこれもやってみようか、ね、これは惚れてもらえるな、もらいたいな。そう、手磨き派にはね、本当にいいと思います。手磨き派には。いつものポリッシングリキッドの癖で、いっぺんに塗りすぎ。ポリッシングリキッドだともうね、ぐるーっとこっちまで塗ってしまって、ビャーっとあの回転させながらね、やっちゃうんで。このスピードで、この速度でいけるんだったら、ほんと手磨きでもぐっと楽になる気がしますよ。ね、そう、まあ、続報はね、続報はもうちょっと待っててね、もうちょっとね。これは絶対いけるよって勝手に思ってる。手応えを感じてる。もうね、勢力図が10だって、勢力図がね、一変してもおかしくないと思ってます。そう、包丁もね、もうすぐデビューですけど、ね、全国の販売店の皆様、この辺のアイテムも卸いけるかなって思ってますよ。ね、気になる方は一つ問い合わせてみてくださいませ。これはね、本当に名前なんてつけようかね。ネーミングってね、ね、すごくいいものでも、ネーミングのセンスがダメで全然注目を浴びないみたいなね、
それも嫌だなと思う。本当難しいですよね、ネーミングってね。まあ、名前をつけたらね、そのアイテムをこう、なんていうんですかね、こう育てていかなきゃなっていう感じがありますけど。そう、あの強いコバができるっていうのはいいでしょ、強いコバ。それに伴ってね、それに伴ってこれに近い性能の、おお、いいね、これに近い性能の、あの液体、シャバシャバの液体の方も出そうかな、どうしようかななんて考えてるんですけど、それはテスト中。これまたね、本当あのちょこ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 こうね、こいつでちょこっと吸っちゃこう、こう混ぜて実験をしてるんですよ。それでまあこれならいけるんじゃねえかなっていう組み合わせができたところですけど、これは全く市販は考えて、今のところ考えてないというか、考えちゃいるんだけど、どうしようかなーなんて思ってます。これ減り落とし してなかったね。あとでしようか。やっぱりあのサラサラのやつでヒュッてヒュッスーってこう染み込んだものを染み込む方が、この回転するねやつとは相性がいいんで、まあ今までのポリッシングリキッドもあっていいよね。あっていいと思うけど、このスペシャルな高耐久なバージョンもあってもいいかもしれない。もう雷がすごいですよ。雷が、これはどうでしょうかね。でもね、なんていうのかな、考えもしなかったこう使い方をされる方もいるかもしれないんで、なんかね、いろいろ突拍子もないこともやったりするんですよ。お、今警報だね、大雨、雷警報とかな。だから何でしょう、全部が完璧にマッチする液体っていうのは、残念ながらそんなものはないって僕は思ってます。残念ながらね、ドロッとしたのがいいのか、サラッとした方がいいのか、人によっても違うしね、磨く道具によっても違うしねっていう。だから種類が多くなるのはしょうがねえかなって思ってます。よし、まあ今ね、あれをやったんで、いきなりは最初、さっきやったか、ね、
こから先は単調な動画になっちゃうのでいいかな。まあね、本当明日か明後日かぐらいには多分見積もりももらえると思うんで、発注するやら何やらちょっと考えてみようかなと、そんな感じです。はい、他の作業して、さっきドサーッと雨が降ってきて慌てて洗濯物を取り込んでおりました。これね、さっき磨いたやつ、いいですか。まあビカビカじゃないけど、ちゃんと触った感じはもうスベスベした感じで、これ繰り返せばもっとツヤは上がってくると思うんだけど、これはもう曲げてもほらパリパリすることもないっていうね。こうね、この床も曲げてもパリパリすることがなく、ちゃんと毛羽立ちが抑えられる。スペシャルでしょ、すげえいいと思うんだ、うん、ということで続報をお待ちくださいって感じだね。でこれさっき言ったかもしれないけどね、でまあまあこれもやお見せしようかななんて思ったんだけど、まああんま買わないからいいか。これは、ミネルバボックス、ね、脂肪がある皮ですね。でこう揉んで脂肪があってしなやかで柔らかいんでね、こういうのが好きっていう方もいると思うの。このこれこそこのミネルバボックスみたいなこう柔らかい皮こそ、減り落としってね、キンキンによく切れるものじゃないと綺麗に落とせないんですよ。よいしょ、よっこらしょ、とっとっとい、はい、ね、ミネルバボックス、よいしょ、なんかブログのタイトルで下書きでほっぽっていてるやつがこの黒のどうの、なんか書いてみようかななんて思って、わかんない、何も書かないかもしれないけど置いてあるんだけど、ね、皮がくにゃくにゃするんで落としづらいっちゃ落としづらいですよ、やっぱりね。だからやりにくい、取れない、本当取れないんだったらこういうもんでこうね、端の方にピタッと置いて皮がよれないようにしてこうやってスーッてやると取りやすかったりしますけどね。それより前に こいつがちゃんと刃がついていれば、でこれが浸透紙のね、浸透紙のこの脂肪がないでしょ、ね、スムースで、さっきのボックスだからこれがリス塩かと思うと、そうじゃなくてこれはブッテーロなんですね。でさ、うちねメインで作らせてもらってるこれは大きな刻印が入ってるでしょ。これね、本当皮によってこんだけ刻印が大きいと皮によって入り方が全然違うんで、雨降ってきたな、また雷も鳴りますね。あの雨が降る前の、あそろそろ来るっていうあの空気の匂いが変わる瞬間ってあるじゃないですか。なんていうんだろう、あの埃臭いような、なんていうようなね、あれをさっき窓を開けた時に匂いがしたんで、あそろそろ来るなとは思ったんだけど、やっぱ来ましたね。あどういう現象なんだろうね、あれは。最近ね、最近そうだ、富宅チャンネル、ね、富宅チャンネル見てるんですよ。今ね AE86 じゃなくて85の、ね、3A エンジンをアドコードやってるのを見て面白くて、でもうね、あの岡山弁が好き、たまんない本当にたまんない。まあ岡山ね、岡山広島鳥取って近いじゃないですか、方言も似てるんだよね、すごく。今ね、前にも動画で言ったけど、今喋るって言ってもなかなか出てこないんだけど、通訳は全然できます、どんなに訛って言おうと。多分
そうですけどねみたいな、ああいう なんていうのかな、ふとした時に結構出るんですよ岡山弁がね。これがね、あの手染めで染めたやつです。これ茶芯のこの黒でこの何て言うんだっけ、マルチケースを俺今まで作ってないよね多分ね。これ多分初だと思うんだよな。うわ、これ梅雨明けたと違う、なんかあの真夏のね夕立みたいな感じだよね。今日は日中暑かったんですよ。ね、単車乗ってどっか行こうかななんて思ってましたが、今日は発送するものが鬼のようにあったのとね、あとは長男坊がツイッターで購入者を見つけている探しているという車を現車確認に一緒に行ってくれているんで行ってきましたけどね。面白い車だったなあれ。どうするんでしょうかね、買うんでしょうかねやつは。4人乗りの車なんだけども乗車定員2人にね変更しちゃって、バッキバキにロールゲージが張り巡らされているような車でしたけど、競技仕様にするには最高の面白いおもちゃみたいな感じでしたよ。雷音声入ってるこれ。まあもう本題は終わったので、ね、いつものようにダラダラでやってますけども、またダラダラやってると分かりにくいとか長いとか言われちゃうかもしれないけどね、コメントでね。いやだったら他のチャンネル行ってください。よいしょ。ね、この磨きなんかもやっぱりね、あの革によって結構特性性質は変わるので、よいしょ。そんなのをね、あの例のやつ、これね、これ市販がもし決まったらね、試してみてほしいななんて思ってます。まあなんかよくわからん、あの変な感じで終わりになっちゃいましたけども、今回の動画はこれで終わろうと思います。また遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。さあ、毎度おなじみだらだら長い動画、これ初めからやってればよかったね。これまだ在庫あったっけな。これすごいいいっすよ。この特にね、この薄物1ミリ以下のものに、この0番1番か、すごい使いやすいですよ。ね、よいしょ。これを磨いて今日は終わりにしようかな。これにあれしてなかったわ、刻印入れてなかったわ。ひたすら静かにただ作業をする動画。これ今回のローラーではまあまあいいか。やってみる？やってみようか。
やってみようじゃないの。よいしょ。ライザス専用のこれドロープでございます。すごい横着でしょ。でもね、この湿らせ具合を間違えなければこの隙間からね、下の銀面を汚してしまうことはないですよ。ほんとね、このスポンジスティックは万能です。ね、こういうのはダメよ。これの上に滑らせると汚れちゃうけどね。ガラス。ガラスでこっちの方がちっちゃくていいな。こういう作業はあのガラスちっちゃいのが嫌だから使ってるんだけど、大きいやつが、ちっちゃいやつがこういう作業するときは取り回しがいいかもね。よいしょ。そう、このさ、ロープさ、そうだよ、このロープさ、いや全然いいんだけど、全然いいんだけど、レザークラフトやられてる方がね、うちの、ね、ライダースとか買ってくれるのは嬉しいんだけど、で一緒に、まあ、オプションとしてね、これをつけたいっていうんで、これもお求めになる方もいたりするんだけど、これさ、特に何のひねりもないじゃない、自分で作んなさいよって思ったりもしますけどね。本当にね、ただの顔の紐ですからね。まあ同じ顔で揃えたいっていうのは気持ちは分かりますけどね。これ一個だけ写真があります。どうなることか。いやー、腹減りました今日は。なんか知らんけど、切りがないのでこんなもんで終わりにします。